六十一、伊勢の太夫。日しの奈良の都の八重桜、今日心得に匂いぬるかな。伊勢の太夫は、伊勢神宮の祭主を務める大中富家の娘として生まれました。やがて、宮中に上がり、紫式部などとともに、中宮昭子に仕えました。太夫が宮中に仕えていたとき、 ある人が奈良から見事な八重桜を献上しました。桜の受け取り役は紫式部と決まっていたのですが、今回そのお役目は伊勢の太夫さんにお任せしたいと思いますという推薦もあり、藤原道長が太夫に命じました。では、歌を読んで桜を受け取るように。大勢の人々が見守る中で太夫はこの歌を読みました。 その昔、奈良の都で咲き誇った八重桜が、今日は平安の都のこの宮中で一段と美しく咲き誇っていますね。人々はこの歌に大変感動して、宮中全体が鼓のようにざわめいたと言われています。八重桜。これは山桜の編種。花が大きくて壁が重なっています。今日ここの絵にというところに、 たくさんのテクニックが入っているのですが、今日は本日の今日と今日の都の今日の掛け言葉。九重は窮中を表す九こ重こと、ここのあたり、ここの辺との掛け言葉です。また、八重桜がさらにもう一重を加えて、九こ重こ、九重に一層華やかに咲いたという意味も込められています。伊勢の太夫の呼び名は、 父の佐千鹿が伊勢神宮の蝶で神儀太夫だったため、この玄寺名が付けられたと言われています。この当時、八重桜は京都ではとても珍しい花だったのです。当時は奈良でしか見られませんでした。62聖昌納言世を込めて鳥の空根は測はるとも世に大阪の咳は許さじ。 ご存知聖昌納言は、紫式部と並ぶ平安時代の代表的な女流文学者で、代表作は、そう、枕の創始です。昌納言は、一条天皇の置き先、藤原道隆の娘、中宮帝氏にお使いしていました。何度か話題にしましたが、この時もう一人いた置き中宮正氏に使えていたのが、紫式部や泉式部でしたね。 小納言は頭が良くて物知りで、議論をするとどんな男性もたじたじ。ある夜、意地悪な気候師、藤原の雪成がやってきていろんな話をしていましたが、小納言さんって素敵だな。僕、小納言さんを好きになっちゃいそう。なんてふざけたんですね。ところが雪成は、あ、一番乗りがないだぞ。夜が明けないうちに帰ろ。でも、 鶏の鳴き声なんか聞こえませんでした。からかわれた小納言は中国の古い言い伝えである韓国館のことを思い出しました。韓国館は朝一番鳥が鳴くと門を開ける関書です。ある時、正の盲章君が同行の人に鶏の鳴き真似をさせるとまだ夜が明けてないのに門番は騙されて門を開けたと言われています。そこで次の日。 有名な言った一番鳥は韓国間のこと。早く家へ帰りたいための嘘の鳥でしょう。すると雪なりは、いやいや、あれは愛する人に会うという名の赤書のことです。あなたに会いたい赤書ですよ。その時、聖小納言が読んだのがこの歌でした。まだ夜が明けないのに、鶏の鳴き真似なんかしてもダメです。あの韓国間の番人ならともかく、愛の赤書。 大阪の席、男性と女性が会う坂の席の番人、私は決して騙されませんからね。あなたとの連れないデートはお断りしますわ。清少納言という名前は、また源氏名の話になりますが、学問と歌で有名な清原家の清と、父、元助の官位の少納言から、 取られたと言われています。ちなみに、小納言は、言弁に若いと書いて、なぎこという本名だったという説もあります。63、左京の大部道政今はただ、思えい,いなんとばかりよ。人捨てならで、言うよしもがな。藤原の道政は、 一目見て、その人のことを好きになってしまいました。その人は、西空としての務めを果たして、伊勢神宮から帰ったばかりの三条天皇の皇女、当氏内親王でした。西空というのは、昔からの宮中の習わしで、天皇が即位するたびに選ばれて、伊勢神宮に使わされる未婚のお姫様のことです。道政と、 当時十五歳の当時内親王は、たちまち深く愛し合うようになりました。ところがこれが三条天皇の怒りに触れたのです。大事な姫が帰郷直後だというのに、しかも、とかく噂のある男と。ということで、三条天皇は二人の仲を引き裂き、当時内親王は、甘になってしまいました。もはや、どうすることもできない恋の切なさを、道政は、 この歌に読みました。今となっては、もうあなたのことはきっぱり諦めようと思います。ただ、せめて、それを人づてでなく、直にあなたに会って伝えることができればいいのですが。七年後、当時内親王が亡くなりました。道政は、その後焼けっぱちになって、すさんだ荒れた生活を送ったということです。 道政がこの歌を詠んだのは24、5歳くらいと言われています。歌人としてはあまり有名ではありませんでしたが、この細空に対して詠んだ歌には非常に傑作が多かったと言われています。道政は内大臣藤原のこれちかの子で、義堂三子の母は祖母にあたります。当時内親王は天皇の選んだ人としか結婚できませんでした。 64、ゴン中納言定より。朝ぼらけうじのかわぎり怠怠に、現れわたるせぜのあじろぎ。この歌は、恋の歌が多い百人一首の中でも、数少ない風景を詠んだものの一つであります。ゴン中納言定よりは、先に出てきた藤原の金刀の子供で、 史上中納言とも呼ばれました。この歌は、ある日、定よりが、宇治川のほとりに出た時に読んだ歌です。夜がほのぼのと明けていく頃、宇治川一面に立ち込めていた霧が、途切れ途切れに晴れてきて、晴れたところから少しずつ、川の浅瀬に仕掛けた、あじろぎが見えてきました。あじろというのは、冬の間、 火を、鮎の子、氷の魚と書いて鮎の子を取るためのもので、歌にもよく読まれていました。定よりはナルシストでうぬぼれが強い傾向があって、おっちょこちょいで、時々失敗をしでかしました。ある日、三条天皇のお供で奈良の笠賀大社へお参りに行き、その時の責任者が定よりでした。その時、 松明親王の家来と定頼の家来が些細なことで喧嘩を始めました。すると、定頼は頭に来て親王の家来を一方的にぶん殴ってしまったのです。天皇は怒って、定頼の役目を5年間取り上げてしまいました。定頼のやっちゃったエピソードとしては他にも、以前出てきた15歳の古式部の内しをからかって、 逆にとっちめられて逃げ出した話が有名です65相模恨み浴び。相模は和泉式部や赤染右衛門と並ぶ平安時代の女流歌人で特に恋い歌 ラブソングだったら誰にも負けないぐらいの腕前を持っていました。しかも、歌合わせ、歌合戦ですね。歌合わせの審判になるなど、一流の女流歌人でした。相模の神、大江の君助と結婚したので、相模と呼ばれました。源氏名ですね。しかし、大江の君助との結婚生活は長く続かず、君助と別れた後、相模は、 さっき出てきた藤原の定りなどたくさんの貴公子たちと次々に恋をして恋多き女として不明な意味で有名になってしまいました相模は恋に破れた悲しみをこの歌に読みました恋をして捨てられて相手の冷たさを恨み我が身の糞を嘆いて涙に濡れた袖を乾かす暇さえないのに その上、こんな恋のために私の評判まで駄目になってしまうのは何とも残念でなりません相模がこの歌を詠んだのは当時としては随分年配の50歳過ぎた頃だろうと言われていますまた伝説の一つとしては大江山に住む鬼の総大師を主天童寺を退治した 源頼光の娘だったとも言われています。66、先の大除を行尊。諸共に、哀れと思え、山桜。花より他に、知る人もなし。行尊は、この後出てくる三条天皇のひ孫として生まれましたが、 十歳の時に父と死別して、十二歳の時、三井寺、今の大津市にある有名なお寺ですが、そこに入ってお坊さんになり、一生懸命頑張りました。ある年の春、行村は修行のため、吉野の山奥にある大峰、今の山条畑に登りました。そして、来る日も来る日も、一人ぼっちで山の中を歩き回ってるうちに、 思いがけず、見事な山桜の咲いているのを見つけたのです。行尊は、思わず山桜に語りかけるように、この歌を読みました。山桜よ、お前を見ていると、心が慰められ、愛おしくなってくるように、どうか、お前も、私を愛しみ、懐かしく思っておくれ。このような山奥では、お前より他に、 寂しくて悲しい、私の心を分かってくれる友も、いないのだから。行村は、厳しい修行に耐え抜いた、心の優しいお坊さんとして人々の尊敬を集めました。仏教の言葉で、かじきと、と申しますが、仏様にお祈りをして病気を治し、人々から尊敬されていたんですね。そして後に、天台座すという、 比叡山延暦寺と三井寺を合わせた最高責任者となり、さらにお坊さんとして最高の位である大僧正になりました。また、書道や絵、和歌にも優れていたと言われています。六十七、素王のない詩。春の夜の夢ばかりなる玉倉に、かいなくたたん。 なこそ、惜しけれ。ある夜、関白藤原ののり道のお屋敷で、女官たちが世間話に花を咲かせていました。その時、女官の一人である巣王の内しが、あたりを見回しながら、こう言いました。ああ、私少し眠くなっちゃった。枕があるといいんだけど。すると突然、ブラインド、ミの下から男の手が出てきたのです。 枕ならありますよ。ほら、ご遠慮なさらず、私の腕枕をどうぞ。手を出してきたのは、大納言藤原のただいえでした。このあまりにもデリカシーがなく、ずずしいアクションに、ないしはすかさずこの歌を詠みました。春の夜の夢のような、短く儚い間の手枕のために、あなたと私の間につまらない噂が立っては困りますわ。 とっさに歌で返された大納言は必死に弁解しました。しかし、内詞は相手にしませんでした。諏王の内詞の本名は中子。また、源氏名が出てきますが、これは父が諏王の神という長官職だったので、諏王の内詞と呼ばれたと言われています。諏王の内詞も当時の女流歌人としてかなり有名な存在でした。 当時、宮塚いの女官たちには、このような交際の場がありましたが、普通、貴族のお姫様たちは、男性が来るのを待つだけだったと言われています。春の夜の夢ほどの玉倉、短く儚い間、春の夜は、秋の夜長に対して、短い夢、儚いものの例えとなっています。春の夜は短くて儚い、夢も、 儚いという意味ですね。六十八、三条院。心にもあらで浮世に流らえば、恋しかるべき弱の月かな。三条院とは三条天皇のこと。性格はおおらかで人々から尊敬され慕われていたと言われます。 三十六歳で位についた三条天皇は病弱な上目の病気もひどくなっていました。それにつけ込んで左大臣藤原の道長は天皇に激しく大意を迫りました。道長は自分の孫を天皇にして政治を自分の自由にしたかったのです。大臣たちの多くは道長の味方についていました。天皇は 一人ぼっちでした。その上、二度も皇居が火事で焼け落ちる大事件が起こり、天皇はついにやめる決心をしました。その時、もうほとんど見えなくなった目で夜空を眺めながらこの歌を詠みました。辛いことばかり多いこの世の中。 心ならずも生きながらえていたなら、今こうして眺めている夜更けの美しい月は、後できっと懐かしく恋しく思い出されることだろうよ。その後、天皇は位を譲り、お坊さんになりました。そして、その翌年、病気で亡くなってしまいました。 参上院の目が悪いのは天狗の仕業だなどという人もいたそうです。心を慰めてくれるのは月しかなかったとはとても寂しいことですね。69農院奉仕嵐吹く、室の山のもみじわは、立田の川の錦なりけり。 三室山と竜田川はそれぞれ有名なもみじの名所です。そこで奉仕は、ではこの二つの名所を贅沢にハイブリッドして一つの歌に読んでみよう、とこの歌を詠んだのです。激しい山風が吹き散らす三室山のもみじ場は、そのままふもとを流れる竜田川の水面をうずめ尽くして、まるで錦を織りなしたように美しい。 法師は旅の歌人と言われています。ある時法師は都にいて想像だけで旅の歌を作りました。でも本当に旅をしてきたように見せないとおやけの場で発表するのはリアリティに欠けるな。ということで法師は数日間家にこもって自宅の軒先を臨時のヒサロにして太陽で顔を焼きました。そして真っ黒な顔をして 旅の歌を発表したと言われています。でも実は、この面白いエピソードは長い間信じられていましたが、本当は確かに旅先で読んだものだったと言われています。欧州の旅先で読んだ農園奉仕の歌、宮古場、霞と共に立ちしかど、秋風ぞ吹く白川の関というものが有名です。農園奉仕は26歳頃、 恋人の死を悲しんで出家したということです。別に精神的なショックというわけではないでしょうが、農院奉仕はとても小食で、ご飯に何かふりかけのようなものをかけるだけで、おかずは食べなかったという伝説があります。七十、霊禅法師。寂しさに宿を立ち入れて眺めれば、いずこも同じ。 秋の夕暮れ。遼禅法師は、京都大原の粗末ないより、ほったて小屋ですね、一人でひっそいと住んでいました。秋の日、夕暮れになり、明かりのない部屋の中にひたひたと暗闇が押し寄せてきました。まるで追い立てられるように、たまらなくなった奉仕は家の外に出ました。その時、読んだのがこの歌です。 あまりの寂しさに耐えかねて、家を出て、しみじみあたりを眺めると、どこもかしこも同じように寂しい秋の夕暮れであることよ。ひとりぼっちは寂しいな。百人種の中に四季を歌った歌は三十二種ありますが、そのうち秋を歌った歌は十六種あり、最も多いです。奉仕はもともと、 天台宗の比叡山で修行するお坊さんでしたが、後に京都のウリンギンや大原のいおりに住みました。当時の比叡山は大変乱れていて、お坊さんなのに毎日お酒を飲んでランチキ騒ぎをしたり、パーティーに明け暮れたりしたパリピー文化になっていたのです。真面目なお坊さんが修行する場所ではなかったのです。奉仕は、 生まれた年も死んだ年もよくわかりません。父は比叡山のお坊さんで、母は藤原の実方の家の飯使いだった女性、白菊だと言われています。伝説では、源の年よりは、大原の陵禅法師の小屋の前を取った時に、馬から降りて敬意を表したという話があります。